多少してみたいと思います。まず仏教が何をもって真の幸福の道としているか、そして次に今日のお話の前段階になりますが、苦しみというものをどう考えているかということですね。ではこちらのホワイトボードの方をカメラ向けていただけますか。まず仏教的な幸福の哲学の最も重要な土台としてはですね、苦と楽、これが表裏であるという考え方があるわけ。仏教は単に倫理的な意味で快楽を貪るなと言ってるわけではなくて、長期的総合的な視点からは、その快楽を貪るとその裏側にたくさんの苦しみが生まれてしまうと。だから自分のためにもそれは慎んだ方が良いのだという考え方から、樽を知る小慾知足という考え方が出てきます。それを言い換えると、その苦楽が表裏、快楽、これを貪れば逆にいろんな苦しみが出てくるのだということなんですね。それを端的に言うと、何かを得るとそこで、一生ずっとそれに満足できるわけじゃなくて、しばらくすると飽きてしまって、でその裏にもっと欲しいという欲求が生じると。つまり最初は何かを得て喜びなんですが、それがそのうち飽きてしまって、でその後にもっと欲しいという欲求、これが生まれてしまう。で、それを満たされば、それはそれでいいんですが、満たせなければストレスとして残ってしまうと。欲しいものが得られない、求めたものが得られないという苦しみ、これが生じるんですね。で、さらに、得たものさえ失うという苦しみ、これもあります。さらには、そうやって求めていくと、その他との奪い合いも激しくなって、妬み、やっかみ、恨みといったものが出てくる。そういった苦しみ、これが出てくる。で、これは得れば得るほど、さらにその上はより激しい競争になりますから、ますます深まっていくと。こうして求めても得られない苦、得たものを失う苦、奪い合いの苦などのさまざまな苦しみが、楽を快楽を貪ろうとすればするほど生じてくると。これはお金や地位や名誉というものに全て当てはまるのだという考え方ですね。よってそこら辺はほどほどにして樽を知って、で真の幸福というものを他との奪い合いじゃなくて、他との分かち合い、愛による幸福に求めるべきであるという考え方ですね。これは大きな発想の転換ということができます。また次に苦しみですが、この苦しみに関しては普通人は嫌がって、まあ押し付け合いをする場合もありますが、しかし苦しみを嫌がりすぎるのは、その逆に損失にもなるということが、まあ仏教の哲学にあります。楽の裏に苦があれば、苦の裏に楽がある、苦の裏にも楽があるんだ、苦にも恩恵があるんだという考え方なんですね。で、こちらのに苦しみの恩恵というのを出しておきましたが、それはまあ苦があるから楽があるんだと、何か辛いことがあるから喜びもあるんだ、これはまあ一般的にもよくお分かりだと思うんです。2つ目に、より重要なことをして努力、成長を促す、これが苦しみだと。楽しいことがあってそれを得るために努力する、まあという一面もありますが、人はどうしたってその楽しいばっかりだと、まあ怠けてしまう、堕落してしまう、また他の人間、他との関係においても腐敗してしまうと、慣れ合ってしまうというところね。だからこの苦しみがあってこそ、まあ我々が陥りやすい怠惰というもの、これを抑制することができるんじゃないかということなんですね。まあ苦労は若いうちは勝手でもしとって言われるように、苦労が、苦しみが全くないことは逆に恐ろしいことだという発想ですね。この苦しみが全くなければ逆に恐ろしいという発想、これ非常に重要で、そしてさらにそこから言って、世界中でいろんな人がいろんな苦しみを抱えてますが、日本という21世紀の日本に住む我々が今抱えている苦しみは、それはその多すぎるのだろうか、少なすぎるのだろうかというふうに考えてみると、苦しみに対する考え方がバランスされるっていうんですかね。苦しみは少しでも少ない方がいいんだっていう考え方に偏りがちな我々が、苦しみはある程度必要だと思った時に、じゃあ私にとってちょうど良い量の苦しみというのはどういうものだのかと考えると、非常にこう新たな人生観が出てくるんではないかなと思うんです。ちょっと横道にそれますが、21世紀の日本というのは人類史上最も恵まれた状況であるということもできると思います。まず、1000年2000年前の人から見ると夢のような世界で、イエスの説いた千年王国、ブッダの説いた極楽浄土、
まあそれに等しいんではないか、まあ、イエスやブッダの弟子たちがこの21世紀の日本に生まれてきたら、あれこそかの浄土か、あれこそ千年王国か、ここにあったと思うほどに素晴らしいと思う。まあそういうのに慣れてしまった我々は、今人類史上最も恵まれた状態にあるということは普段気づかず、恵まれてない部分だけ意識しますが、それはどうかってことですね。そしてこの21世紀の人類社会の中でも、70億80億の人口の中で1億3000万、これが最も世界で寿命が長く、まあ、医療技術が発展していると。そしてまあ先進国の中でも突出した安全な社会で、さらにまあ世界有数のというか、あの豊かさ、これを持っています。まあ人類今まで約ホモサピエンス5000億人とか千数百億人生まれたと言われています。その中でこの1億3000万人というのは人類の歴史上、そして世界全体最も恵まれた環境にあるということです。まあその中で我々が感じている苦しみ、これは多すぎるのか、それとももしかして少なすぎるのか、まあ、そういった視点で物を見ると苦しみっていうものに対する観念が変わってくるかもしれません。3つ目ですね、苦しみ、これは悟りを促す。ここからは一般の方ではなくて、悟りという精神的向上、これを求める人に当てはまる苦しみの恩恵ですが、まあ基本的に苦しみの根本原因は自我執着である、すなわち悟り、これを得てないから苦しむのであるというのは仏教の考え方です。いや、苦しみというのは外側に自分を害する人、ないしは状況が生じると起こるのだという考え方もあるでしょうが、仏教の考え方は外的な条件だけで人は苦しみを感じるんじゃなく、自分に過剰に執着することによって苦しみを感じている。だから外側の苦しみというのは、そういった自分を内省反省して、その執着を弱めるための良い機会なのだと。苦しみがあってこそ煩悩を弱める、そういった機会、きっかけを得られるという考え方があるんですね。まあこういった意味で、その悟りを求めた聖者などは、苦しみがあってこそ不動の心、これを得ることができたなどといった思句、これを残しています。そしてその悟りは自分ばかりにとらわれる心を弱めるわけですが、それは裏返せば自分だけでなくて全体を愛する心の働き、すなわち博愛とか仏菩薩の慈悲、大慈悲と言われたもの、これにつながっていきます。でそれが4番目の恩恵で、慈悲を深める、これを苦しみは助けると。つまり自分に苦しみがいろいろある人の方が、他人の苦しみを理解する、そういった思いやりとか優しさとか、まあ、仏教で言うと慈悲っていうもの、これが深くなるんだと。まあ、苦しみの分だけ人は他人に優しくなれるという言葉がありますが、まあ、そういった非常に重要な心の宝、優しさ、慈悲というのがですね、残念ながらそのこう安穏とした生活、苦しみのない人生、これでは得ることはできないですね。慈悲というものを重視すると、その苦しみが全くないということは恐ろしいという、先ほどから繰り返している言葉ですが、これがかなり感じられてくるんではないかなと思うんです。まあ、そういった意味で仏教は、苦しみっていうのは人を単に努力成長、人の努力成長を促すだけではなく、悟りや慈悲といった心の宝、これをもたらす非常に神聖なものだと、苦しみは神聖なものだという考え方を持っています。ただしだからといって苦しみを追求する苦行をやれと言ってるかというと、そうではなくて、釈迦の考え方は中道思想、バランス思考で、その快楽をむさぼるんでもなく、苦行を追求するんでもなく、その中間、これを生きなさいですね。だから自分がこう健やかなというか、まあ、現代的に言えば健康で文化的な生活、これを送れるほどの楽というのは必要だが、それ以上他と奪い合ってもそれは逆に苦しみを招くので、その苦楽ちょうどバランスが取れているといいということで、まあ一定の楽がないと人は生きていけませんが、しかし一定の苦しみがないと悟ったり慈悲深くなったりすることはできない、苦楽中道という教えですね。まあこれが仏教の基本的な人生哲学というか、幸福哲学ということになります。そこでどんな生き方をすべきかというと、ちょっとダブることがありますが、ここにあったように楽をむさぼらずに樽を知る、まあ、これは感謝ですね。今すでにある幸福に感謝する、で楽を他と分かち合う、あと苦を嫌いすぎずに喜びに変え、苦しみを喜びに変えるということですね。こういったことを考えて、で他の苦しみを分かち合う、こういった実践をすべきだと。
これまとめと苦楽に頓着せずに分かち合う実践、これをすべきなわけですね。でこういった生き方の恩恵は何かっていうと、まず心の安定と広がりがあると。苦楽これをに頓着しませんから、楽に舞い上がってもっともっとと求めたり、それからそれが得られずに苦しんだりするっていうことがあまりなくなって安定する。あとそれがゆえに他と苦楽を分かち合いますから心が広がってくるんです。でこの心の安定と広がり、これがあるとですね、その感情の波、これ静まってきますから、物事を正しく見ることができる、まあ、正しい判断、ね、感情とかそういったものに影響されない、そして落ち着いてるから直感、ひらめき、これが生じやすいと言われています。そして心の安定と広がりは皆さんもすでによくご存知かと思いますが、まあ、ストレスの減少ですが、ですからまあ生活習慣病と今問題になっている健康問題、これに対して良い働きをする健康長寿、これが得られるんですね。まあ釈迦自体は当時の寿命としては非常に長い84歳6歳まで生きたと言われています。そして他と奪い合わずに分かち合うことから良い人間関係などが得られるというか、まあイメージとしては心が安定して平安なこう安定した感じだと思うんですが、その結果として地道な長期的な努力で大業なそういった人生のまあイメージ、これが浮かんでくるということです。これが大体まあ去年、あごめんなさい、前回までの おさらいということですね。さて今日はこれに基づいてもう一歩進みまして、皆さんの方のレジュメ、これを見ていただきたいんですが、今日レジュメで皆さんにご紹介しようと思ったのは、この苦しみ、これを喜びに変えるという考え方の典型例で、敵というものに対してどう考えていくかと、敵対者、嫌いな人、ね、これをどう考えていくかと言います。でレジュメは題しまして、すべては心の哀れと説く仏教哲学、敵と友も心が作り出すと題しました。ではまずすべては心の現れといった部分からお話していきたいと思います。重要な仏教哲学の一つとして、外界はすべて自分の心の現れであるというものがある。それぞれの人は異なる五感と意識を持っており、そのため人によって同じ現象を異なる印象を持って受け止める。言い換えれば一つの確たる世界があるというのではなく、実質上十人に十人の世界がある。これは大乗仏教の唯意識思想と呼ばれる思想の一部でもある。これは仏教の縁起と空の思想にも合致する。それはあらゆる事物は原因条件によって生じ、縁起の方、原因条件が変われば変化するため固定した実体がない、空であると説く。よって外界を受け止める五感や意識が異なれば感じる世界も変わるということである。そのため前回の哲学講座では、心の持ち方、考え方によって苦しみも喜びに変えることができると説いた。同じように喜びも苦しみに変わることが、まあ言われてみれば当たり前ということかもしれませんが、心の持ち方を変えることによって、それまで苦しみと感じたものを和らげていく、ないしは喜びと感じなかったものを喜びと感じていくということ、これが仏教ではかなり重要視されるということですね。自分の内側に幸福不幸の源がという考えです。一方、まあ、近代の西洋の哲学というのは基本的に科学技術によって自分の周り、これを変えていくということでした。こうして幸福の追求の方法としては、外的条件を変えるのと心の持ち方を変えるのと、この二通りがあって、西洋と東洋の二つの代表的な知恵、一番いいのは当然その二つを兼ね合わせるということになると思います。で、まあ西洋の知恵、英知の苦手な部分はですね、その外的な条件が変えられない場合っていうのが対処できないんですね。例えば、まあ、自然の猛威とかそういうものに対しては家を作ってですね、防災対策を施してっていう対応をしてきたし、また飢えですね、食料の不足などはその増産技術っていうものはこれでいいわけですが、しかし変えられないものとして、人間関係ですね、家族とか会社とかその他、嫌いな人がいるからこれを変えたいと思っても、その赤の他人であれば逃げてしまえばいいんですが、逃げられない人間関係の苦しみっていう、まあ人間関係の苦しみ、精神的な問題っていうのはですね、これは残念ながら西洋の技術、まあ科学、近代科学思想による幸福っていうのの苦手分野なんですね。
でそういったところに非常に深い思いをなしてきた。これがまあ東洋の思想、まあ、内側心の持ち方、これによって幸福になろうという考えだと思います。まあ、こうして外側の条件かける心の持ち方イコール幸福不幸という公式、これを考えていただいて、でどっちかをですね良くすればですね、幸福が増大するし苦しみを減らすことができると。だからこのどちらもこうコントロールできる、そういうこと、これが重要だと思います。まあ、現代ではこの外的条件、これを変えればいいという問題に関しては日夜進歩しています。しかしこの心の持ち方、この内的技術というのはですね、精神的な技術というか心をコントロールする技術というのはですね、まあ、東洋3000年の、まあ、数千年の歴史があるんですが、現代にはなかなか浸透してない部分なので、まあ、多分外的環境を変化させることでだいぶ成功してきたこの数百年間なんで、心のコントロールすることは少しサボっていたから今なんかそのツケが回ってきているような感じもしますが、まあ、昨今ストレスその他そういった精神的問題で悩む人たちが増えていることじゃないかと思うんです。そろそろまあ転換点かなっていう視点で、この要するに心が幸福不幸を作り出すという哲学ですね、まあ幸福感ですね、これを重視したいということです。よって全ては心のあれと仏教はある意味で言い切ってしまうわけですね。でその苦しみを喜びに変えるという視点で先ほど申し上げましたが、苦しみの中で最大のもの、その典型として敵対者っていうものが、まあ、あると。でこれをどのようにこう苦しみでなくしていくか、これについて考察したいというのがこの2つ目のところです。心が作る敵とともさて、今回は人にとって最大の苦しみの対象の一つである敵という存在も自分の心が作り出す面があることを解説する。すなわち敵も自分の心の持ち方が条件となって生じるものであって、心の持ち方によって友が敵に見えるし、逆に敵を友と見ることも可能なのである。以下にその事例を挙げる。1、独占欲嫉妬心によって優れた他者が敵に見える。独占欲嫉妬心が強すぎると優れた他者が自分の邪魔敵に見える。自分が全てを独占したい、一番でなければ意味がないと思う人には全ての人が邪魔敵になる。すると本来は自分を導くブッダでさえ悪魔に見える。実際にそうしたブッダの敵が存在した。しかし謙虚な向上心があってお互いの成長を重視する者は、優れた他者は自分の見本となったり、好敵手としての切磋琢磨を通して自分の成長を助ける最大の助力者、親友となる。人は自分一人ではそれほど努力成長できないものだ、ね。まあ、こうして優れた他者というのは独占欲や嫉妬心によって、友ではなくて敵になる。その逆に謙虚な向上心によって自分の最大の友となると、ね、同じものが心の持ち方によって全く変わってしまうということです。まあ、普通の人はですね、その自分が全てを支配したい、一番でないと いられないってほどまでには独占欲や嫉妬心がなくても、ある程度やっぱり独占欲嫉妬心があるので、必要以上に本来は自分の助力者であるものを一部は自分の敵だと感じてしまう、そういった瞬間ないし習慣、これはあるかもしれませんね。これは自分を振り返ってみる必要があります。よってここで明確にですね、優れた他者というのはそういった人がいなければ自分が本当に見て成長努力できないわけで、自分より優れた人がいないことは非常に恐ろしいことだと、そういうふうに考えるね。まあ、先ほどから一つキーワードとして瞑想のやり方なんですが、こういうものはないと恐ろしいっていうふうに考える。すなわち苦しみが全くなければ恐ろしいと考えるとですね、苦しみを極端に嫌がる心っていうのが相殺というか中和されるんですよね。だから優れた人が全くいなければ恐ろしい。次の第2番目のポイントになるとより分かるんですが、批判が全くなければそれは恐ろしいというのも言えますね。こうして自分が普通嫌がるものについて、それを嫌がりすぎてしまう心の働きに対応しては、これが全くなければ恐ろしいという形での瞑想は一ついいと思います。何か自分の心をですね、クイックに効率的にバランスさせる、まあ、キーワードを覚えておくと瞑想は効果が高くなります。普通苦しみっていうのは何かバランスを意識して、なんかこちらに偏ったりあちらに偏ったりするときに生じるので、
それをこう相殺するための逆の視点ですね。それをグッと入れてあげると心はこう戻ってくるっていうんですか、まあ、あるんじゃ何かに取り憑かれた状態からね、グッと戻ってくるということですね。まあ、とにかく1番目のポイント、嫉妬心、独占欲、これが友を敵にしてしまうと。そして謙虚な向上心、これは敵さえ友にしてしまうとですね。まあ、普通敵という言葉と好敵手という言葉がありますが、誰か優れた人を好敵手と見て親友と考えるのか、それとも自分が一番なのを邪魔する敵と見るのか、ここら辺はスポーツマンによっても人によって違うようですが、優れたスポーツマンは自分は優勝できなかったが、自分と同じ世代にあのスーパースターがいたおかげで全体のレベルが上がって、彼には本当に感謝してるなんていう言葉を言う人もいますし、それから負けて悔しいってことで落ち込んでですね、恨んでたり妬んでたりする人もいますし、ここら辺はどう考えるかってですね、競争も心の持ち方で愛の手段にもなるし、憎しみの手段にもなるし、まあ、こういったところは物の心をどう持つかということです。本当に重要なのがお互いの成長ということであって、誰が一番になるかっていう以上にお互いの成長、これが重要だと考えれば、独占欲、嫉妬心、これが弱まって敵が好敵手、そして親友に見えてくるということになると思います。さて2つ目です。怠惰、甘えによって批判するものが敵に見える。人は自分を批判するものを敵と考えやすい。しかし自分への愛を背景として自分の問題点を指摘する他者も少なくない。そして自分自身で自分の欠点全てに気づくことができるかといえば、なかなかできるものではない。これを言い換えれば、謙虚に自己を反省して向上しようという気持ちが強ければ、自分を批判する者が自分の成長の助力者と見えやすくなる。逆に未熟な自己愛、甘え、怠惰が強く、今の自分を褒めてもらいたいという欲求ばかりが強いと、自分を批判する者は自分を嫌っていると思ったり、自分の敵だと見やすくなってしまう。まあ、第一に考えるべきは、自分は自分の欠点を自分自身で自分だけで全て理解できるかってことですね。もし理解できるんだったら、他の人で自分の欠点を指摘する批判する人、これ必要ないですが、もし自分では自分の欠点全てがわからないとなれば、他人に批判してもらわない限り自分の欠点を全部理解することはできないということになります。人はやっぱり自分に甘いというか自己愛っていうのがありますから、自分の欠点全て、これを自分で明確に認識自覚できるかっていうとなかなか難しい。分かってはいるが、しかし見たくないっていうことで目をそらしている部分もあるとですね。だとすると、自分で自分の欠点全ては分からないし、分かってる部分も見ようとしないために忘れてしまうとなると、他人から見るとそういった欠点、これはあらわなわけで、皆さんのためを思ってそれを指摘するってことも出てくるし、まあ、皆さんのためを思っての部分と腹立たしい部分と2つぐらい混じってるかもしれないが、しかし少なくとも皆さんのためもあって指摘するってこともあるだろうってことですね。でそんな時に受け手側の心理を考えると、そうですね、分かっちゃいるけどグズグズして、まあ、怠惰甘えによってほっといたような部分があると、それを突かれるとまさに、なんていうか、こう、それを突かれた時にこそ怒りが湧くっていうあるんですよね。それは言ってほしくなかった、分かってるけどっていうところで怒りが湧いて、怒りが湧いてしまうと、それは敵と見るっていうんでは、これはちょっとあれですから、やっぱり、自分で自分の欠点が全て分かるものではないので、先ほどのフレーズになりますが、全く批判がないことは恐ろしいという、まあ、瞑想する必要があるんじゃないか。また全く批判がないということは見捨てられている可能性もありますから、批判されることの恩恵として、まあ全く批判されないことは恐ろしい、全く批判されなくなったら見捨てられているのかもしれない、全く批判されなかったらっていう感じで、批判のメリットを強調するような、批判がないことのデメリット、恐ろしさを強調するような、そういった自分への、まあ、暗示っていうんですか、瞑想っていうんですか、これ結構重要じゃないかなと思うんですね。まあ、自分が以前から気にしてたけど怠惰甘えによってほかっといたもの、それをまさに疲れた時の、まあ、衝動的な心の働きですね、これにちょっと注意しましょうということです。それから人生の流れでいうと、子どもの時というのは親や他人、これが自分を叱ったりする時に、子どもながらにその客観的に状況を見れませんから、
叱られた衝撃だけが残ってですね、お父さんお母さん私を嫌っているんだ、そうに違いないっていうふうになる可能性があります。あの大人になって、まあ、友人知人との世界ではやはりもうちょっと客観的に見れますから、自分が何か失敗した時にそれを批判されても、ああそれは仕方がないことだ、ないし自分のことを思って言ってくれてるんだというような感じになりやすいですが、幼少の頃っていうのは叱られたという衝撃だけが残ってですね、その前に自分が何をしたかも忘れてしまう場合だってあるんですね。そういったところはあるんで、それは気をつけた方がいいなと。まあ、これはあの怠惰甘えって言っても子供ながらの未熟さが原因ですから仕方がないことではあるんですが、しかし大人になってからもう一回思い返してみて、その父母は本当に私が嫌いでこうなっているのか、それとも父母は私を愛していてこうなったのかっていうのを見つめ直すっていうことは人生の再解釈として結構重要です。ただまあ結局他人がですね、自分のことを思って言ってくれたのか、それとも憎んでやったのか、これ究極的には分からないって分からないでしょうけどね。それに関して言えば、じゃあ自分がどう取るかと、前向きに取るんだったらそれでいいじゃないかと、自分を多くの人は嫌っててだから批判したんだって考えるか、それとも結果として自分のためになることを言ってくれてるんだから、その人たちがどういう気持ちで言ったのか分からないことをいつまで考えてもしょうがないから、前向きに前向きに取ればいいんじゃないかっていうふうに取ってもいいかもしれません。ただまあ親とか友人知人のことについてはですね、大人になってから客観的に見直せばですね、その叱られた時以外に親にいろいろやってもらってることとかいろいろ思い出すと、いろいろ自分にやってくれてるこの親が自分を単に憎しみだけで叱るだろうかっていう、そういった冷静合理的な推察、これは効くようになりますね。そういった冷静合理的な推察、これができるようになった大人の段階でもう一回そういった自分の人生を振り返ってみると、多分これは愛の無知だったんだと、そういうふうに気づく人も結構いるということになります。まあ以上、その冷静合理的な推察、これをしてみるっていうのも一つ、それから推察しても分かんないんだったらば、まあ要するに良い方に取ればいいんじゃないかっていう考え方も一つ、まあそういった考え方もありますね。人生のまだ初期で、未熟な自己愛があってもしょうがない時、この過去の記憶をですね、そのある意味ではこう塗り、いい意味で塗り替えていく、そういった作業ということについてちょっと多少言及しました。さて、それはともかく、今この大人になってからの他人の推察ですね、いわゆるこう自分をその人が批判してるが、それは自分を憎んでのことか、それともその愛によってそうしてるのかということなんですが、ここで関連してくるのが3番目のポイントで、すなわちそのどうもですね、他人が自分を嫌ってると必要以上に思ってしまう、実際にそうでないんだが、しかし何ていうのか、被害妄想的にそう思ってしまうケースっていうのがある、現代社会では多々あるのだということをちょっとお話しておく必要があると思います。3番目です。コンプレックスによっていろんな人が敵に見える、被害妄想。コンプレックスが強い人の中には一種の被害妄想に陥っている場合がある。自分に自信がなく、すぐに他人が自分を嫌っていると思うとか、劣等コンプレックスって言うんですね。自分に責任があるのにそれを受け止められずに、責任を他人に転嫁してしまい、結果として常に他人周囲は自分に対して不当な扱いをしていると考える場合などである。優越コンプレックス、これはですね、自分側の要因で、普通はそれで自分が嫌われていると思う必要はないにもかかわらず、自分が嫌われているというふうに感じてしまうタイプの人たちなんですね。まあすごく簡単なところで言うと、まあその通りすがり、なんていうかこうすれ違ったと、で相手の表情、これが自分の方を見て暗かったと、それで相手が自分の中で悩んでるんだと思わずに、自分を嫌って何か批判攻撃しようとしてるんじゃないかと、すぐそういう方向に思ってしまう。こういった自分に自信がないからそういうふうに反応する、それでどちらかというと引きこもりがちになって、いつも他人が自分を批判しようとしてるんじゃないか、攻撃しようとしてるんじゃないかと、そういう考え方になるんですね。もう一つの場合、ポイントはですね、その自分の中に何か問題があるんだが、それを受け止めきれずに他人のせいにしてしまうんですね。他人が悪いからこうなってるんだ、それはなぜかって他人が自分を不当に嫌っているからである、そういうふうに考えるんですね。まあ、そういったタイプの人はですね、他人に攻撃的になりますから、やっぱり他人もその人に反撃するわけですね。
そうやって敵が増えちゃうってね、これは優越コンプレックスっていうんですが、まあ引きこもり型の逆で、その理不尽な攻撃を他人にしてしまうので、結果として必然的に敵が増えるということですね。でも周りに敵を作らないとですね、自分のコンプレックスが、ま、紛らわすことができない。まあ、例えば、まあ、現代社会で分かりやすい事例で言えば北朝鮮みたいなね、あの要するに日本とか韓国とか米国を悪いものだ、敵だと言わないと自分の中の問題、これを隠せないから、まあ、そういうふうにしているってことですね。まあ、中国も微妙にそういうところがあるかもしれませんね。日中関係の中で、中国が、まあ、かなり、日本の過去の戦争のことを言うのは、これはなぜかというとですね、中国共産党っていうのは、その中国共産党をもってその過去の戦争、日本との戦争、これを退けたっていうのが一つの売りなんですよね。共産党政権というのは平等だという社会主義的なあの売りと、それから対日抗戦をした、まあ、中国を守った存在だというこの2つの売りがあるんですが、今貧富格差が開いて社会主義の国なのに、その平等だというようなメリット、これがなくなっている中で、中国共産党の最大の売りの一つは、中国の人民を、共産党こそが中国を日本から守ったのではないかという話になります。そうすると日本がですね、依然として軍事的傾向があって、いつ中国を再侵略するかわからない、その時に守れるのは共産党だけだよというような感じのところが、まあ、どうしてもあって、ね、そうすると日本が悪者であった方がいいということに、まあ、なってくる。まあ、そういったところもあってですね、これは私の見解っていうか、まあ、いろんな人が言ってることなんですが、だから自分の方で負い目があると、その他人を悪者にして自分をあのこう守るっていうところがあって、そうすると多くの人が敵に見えてきてしまうんですね。敵でないものを敵にしないといられないっていう状況ですね。これはまたちょっと不幸なことなんですが、個々人のレベルでもそういったことが起こりうるっていうことですね。でその問題はですね、自分の中にこうコンプレックスがですね、自信がなかったり、またあの覆い隠したい問題があったりする。でそれがためですね、周りが敵に見えてしまうということです。でこれはある意味じゃ極端な例かもしれませんが、しかし一瞬であればですね、どんな人にでも起こりうると。なんか自分がその大きな失敗をした時に、それでショックを受けて、でそれをそのまま受け止められずに他人のせいにわーっと一時的にしてしまってですね、後からごめんなさいっていうのってのは結構多くの人に起こるかもしれません。そういった形で自分の中に問題があると、その問題を他人に投影して、他人に問題がある、他人が敵だというふうに思う傾向、これは一時的にであれば全ての人に起こりうるので、まあ、それには注意しておいた方がいいだろうと。まあ、それが一時的であればいいんですが、固定的になってしまうとですね、それは大きな問題なので、まあ、一応このことは考えておいた方がいいであろうと思います。まあ、以上、独占欲や嫉妬心、それが怠惰や甘え、それから被害妄想的な状態ですね、この3つです。で仏教哲学、これよくご存知の方は、もしかするとこの3つっていうのが仏教の説いている根本煩悩、根本煩悩に関係するんじゃないかなと。仏教は根本煩悩として3つのものを説いています。貪りと怒りと無知ってですね。でこの貪りが強くなると、何でもかんでも自分が欲しいということで、独占欲や嫉妬心、これは強くなるわけです。そしてこの怒り、嫌悪、これが強くなると、これ当然あの被害妄想がですね、強くなってしまうわけですね。嫌悪のこう極致ですからね。そして無知が強いっていうのはですね、これは無知っていうのは楽して幸福になりたいという意識なんで、これ怠惰が強くなるんですね。まあ、こうしてですね、先ほど独占欲と怠惰や甘えと、それから被害妄想って言いましたが、それは仏教が説く根本煩悩、むさぼりと無知と怒り、これと結びついている部分があるんです。まあ、こうしてですね、あの皆さんが何かの苦しみ、問題、これを抱えたときに、仏教が説く根本煩悩、むさぼりと怒りと無知、これが原因になってないかな、このどれかが原因になってないかなっていうふうに考えるのは、あの非常にこう、なんていうか、便利な、ね、方法です。ただ、そのむさぼりと怒りと無知ってこれ何なのって、これが分かってないとダメなんで、今から簡単に説明します。むさぼりってのは欲張りすぎ、あれやこれやと求めすぎ、だからうまくいってないんじゃないかと。あれもこれも欲しいと思うと、みんなが敵に見えてくる、これは普通ですね。これはちょっと分かりやすいと思うんですね。この怒りっていうのは、怒りっていう言葉があんまり良くないんですよね。この怒りというのは嫌悪と言った方がいいです。なんで怒りって言葉を使うかというと、
まあ、日本の仏教の伝統で怒りって言葉を使ってるわけですけど、その原因を探るとですね、怒りというよりも嫌悪ですね。だから嫌がりすぎ、嫌がりすぎですね、簡単に。先ほど欲張りすぎって言いましたが、次は嫌がりすぎが原因。それはそんなに悪くないものなのに、なんか嫌がりすぎてないかなってことなんですね。人はそういった、なんていうか偏り、これが生じやすいので、そんなに良くないのにむさぼりすぎ、そんなに悪くないのに嫌がりすぎ、そういったところがある。だからむさぼりすぎに関しては、求めすぎに対してはそれがないからってどうなのかって考えた方がいいかもしれません。それ嫌がりすぎに関してはそれがあったからってどうなのかって考えますね。まあ、例えばなんかこれが欲しい、あれが欲しいと思って、で得られないって形で不安になっている時に、それがないからってどうなのかと、別に生きていけるではないかっていう考え方、そういう気持ちになれば、そのむさぼり、つまり欲張り、これがなくなる。同じように例えばとにかくあれも嫌だし、これも嫌だし、あの人は嫌だっていうような気持ち、これがあったり、ないし批判は嫌だって気持ち、これがあったりしても、そこに対して批判されたからって何なんだと、批判されないってことは見捨てられてるってことかもしれないし、批判されたからって死ぬわけではないし、クビになるわけでもない、そういうふうにある程度思い切れればですね、まあ、その気持ちも落ち着くし、むさぼりに対してはそれがなかったからって何だと、怒りないしは嫌悪についてはそれがあったからって何だと、そういう形であってもなくてもどうでも大したことはないというような気持ち、瞑想すると、まあ、結構和らぐってことですね。むさぼりと怒りですね。怒りっていうのは嫌悪、嫌がりすぎですね。むさぼりっていうのはその欲張りすぎってことです。で最後にこの無知、この無知っていうのがその3つの煩悩の中で最も中心な煩悩であって、解釈が結構難しいわけです。ただ私の仏教のその無知というものの定義から日常生活に役立つように翻訳するとですね、この無知っていうのは要するに楽して自分だけ幸福になりたいっていう意識ということができます。仏教の専門家がですね、無知を定義すると縁起と空を理解しない状態であって、物事をありのまま見てない状態であってとか、難しいこといろいろ言いますが、じゃあそれは一体日常生活のレベルではどんな意識になるんですかってなると、ブッダの知恵と慈悲に基づく生き方、つまり他人と共に地道に長期的に幸福になるっていう知恵がなくなって、その逆に自分だけが早く楽に幸福になりたいという意識ということになります。ですから自分だけが早く楽に幸福になりたい、特に楽に幸福になりたい、そこから来る甘えとか怠惰っていうのはですね、この無知のまあかなり重要な部分ですね。甘え怠惰そして慢心と言ったらいいかな、甘え怠惰そして慢心と言ったらいいかな、全部これはですね、地道な継続的な努力を嫌がる心の働きなんですね。まあ、簡単に言うと継続的な地道な努力で人は幸福になるんだ、そういった良いことの積み重ねで幸福になるんだとブッダもイエスも説いたんであって、早く楽に甘えて怠惰で幸福になることはできないと言ったわけです。ただ人間というのはやっぱり幸福にはなりたいが、幸福に幸福になりたいから楽に幸福になりたいと思うんだけど、それができればみんな幸福になってるんだけど、それができないから不幸になって、これがあらゆる、まあ、宗教哲学の中で一種共通している部分ですね。でそこのところはなかなか飲み込めない、これが人間の根本煩悩、仏教の三毒の中のさらに根本の煩悩、無知と言われているもので、よって翻訳すると自分だけが早く楽に幸福になりたいという意識で、自分だけだってところをちょっと取ると楽したい、という意識ですね。でだから怠惰とか甘えとかそういうのが強いっていうのは、その根本煩悩の中の根本煩悩、無知がこれ強いってことです。でこれはあんまりこう継続的に地道に努力したいっていうのは思ってないわけです。ですから今の自分、これを褒めてほしい、愛してほしい、受け入れてほしいとばっかり考えて、そうすると批判する人、これは敵っていうふうになってくるんですが、しかしそれは本当の友を敵にしてると、自分のことを本当に考えてくれてる人を逆に自分の敵としてしまうという意識でもあって、まさに無知だと。まあ友を敵と見違えない、友を敵と取り違えないようにですね、友を敵と取り違えないようにですね、良薬口に逃がしっていうふうに言うように、まあ還元するもの、それは皆さんの最大の助力者の可能性もある。もちろん批判する人はですね、要するに間違った批判する場合もあります。でもその時は自分の精神を鍛える試練のプロセスだと思えば、周りで見てる人は見てますから、
要するに理不尽な批判に冷静に対応すれば逆に株が上がるっていうことです。一方その自分の欠点を的確に指摘してるにもかかわらずそれに素直に反省せずに努力しないってなると未来に賞賛が得られなくなるってことがあります。批判っていうのはいずれにしろ適切に対処すれば未来の賞賛につながる。まずそれが正しい批判だったら素直に受け入れれば反省改善ができる。二つ目にそれが間違った批判であってもそれを冷静に対処すれば周りの株は上がると考えて批判は賞賛の源、批判は自分にとっての利益というふうに考えるんですね。これによって批判を嫌がりすぎる心の働き、これを弱めて批判の恩恵、これを認識する心、これを増大させるっていうことなんですけど、まあそういったことを避ける、避けてしまう根本的なところにさっき言った楽を求めすぎる、そういった地道な努力を嫌がる、反省改善、これを嫌がるっていうような根本ボンドがあると、まあそういうふうに言われています。まあ、そういったことなんで無知、むさぼり、怒り、この3つの視点から自分を見てみる。欲張りすぎてるから苦しいんじゃないか、嫌がりすぎてるから苦しいんじゃないか、楽しようとしすぎてるから苦しいんじゃないかですね。で、まあ、そんな風に考えてもらったらいろんな問題に対するその問題にあまねく当てはまる3つの切り口ということです。まあ、仏教は数千年間人間の心、苦しみ、これをどう物の考え方、それから日常の行動の仕方、これで和らげるか、これを探求してきました。まあ、簡単に言うと非常に長年続いた心理学なんですね。それが人間の苦しみを3つに集約することができるんだっていうふうに教えました。ただじゃあ3つだけかっていうと3つじゃなくて6つに集約する方法もあります。それから108回除夜の鐘を叩くっていうより108の煩悩があるっていう、そういった話もあります。でも108も覚えられないからね。だから一応3つ、それからそのうち6つに分ける方法、これもちょっと勉強してもいいかもしれないが、今日は今のところ3つということです。まあそんなところが今日お話ししたいところなんですが、最後にですね、悟りを求めると、これは一転して自分を本当に憎んでいるものも自分の助力者と見ることができるようになるということをお話ししたいと思います。4番目です。悟りを求める心によって自分を憎む敵さえ助力者に見える。自分を憎む敵対者も悟りを求める者には悟りへの重要な助力者になる。というのは自己を憎む敵対者による苦しみは悟りを求め自我執着を弱めるならば弱まるからである。敵対者による苦しみに限らず全ての苦しみの根本原因は自我執着であって、自我執着を弱めれば全ての苦しみは弱まる。よって苦しみ全般が悟りを求める心を強め自我執着の放棄を後押しする効果がある。まあ、これは要するに教えを学んでですね、仏道修行の悟りってもの、これを意識した人であればあるほど理解できる話なんですが、まあ仏教においては人間の根本的な苦しみは先ほど自分だけが楽に幸福になりたいっていうことだと言いましたが、この自分だけがってところにあるんですね。こう世界全体の中で自分だけにこう過剰に執着しているなと。でそれを弱めて意識をこう全体に広げていくことが幸福の道なんだけども、自分を攻撃する敵対者っていうものは自分に過剰に執着している状態を弱めるための愛の無知だというふうに悟りを求める人は考えるってことです。まあ、簡単に言うとあなたは私という名付けられた檻の中に今いて、その檻に執着しているが、その檻というのはそんなにいいものではない、なぜならば間もなく老い闇死ぬものでしょうと。そしてあなたは檻を出ると非常に広い世界、これに行くことができると。これ言い換えると心が非常に大きく広がる、その方が幸福になれる、だけどあなたは狭い檻の中に執着していると。でそういった状態だ。そしたらその檻をですね、外から攻撃する人、これがいるとしたら、それはその人はあなたにとっての不利益ではなく、あなたに早くその檻の中から出ろ出ろ出ろと言っているようにこう叱咤しているとも考えられるではないか。そもそもその檻は天寿を迎えるとこう壊れてしまうもので、そのうち誰かに返さなきゃいけないもので、でみな あなたさえ気持ちを持ち直せば、その檻には鍵がかかっておらず、生きてる間でも自分で出れるのだと、そういう考えですね。だから要するに私ってものが絶対善だとするとですね、私を攻撃する人、その他人っていうのは敵っていうのは絶対悪なんですが、この私ってものは大切ではあるけど絶対善ではなくて、それはある程度ケアしなきゃいけないが、過剰にケアすると逆に苦しみの原因になるとしたら、
そう、私を養ってくれる父母とか友人知人親切な人、これは当然重要だが、その私に対してチクチクと針を刺す人、これがある程度いないと私という殻からこう何ていうか脱皮して、まあ、簡単に巣から飛び立つこともできませんって言うね。だからまあ20歳30歳と親友人知人にこう育てられていくのはいいんだが、人間それ以上の心の状態、成熟した状態、つまり悟りや慈悲の方向に行くんだとしたら、その親切な人、心地よい人ばっかり相手にしてると、そこに行けないんだと。巣は暖かいかもしれないが、しかしそのうち、巣立たなきゃいけないとしたら、巣から出ろ出ろと言って巣を攻撃する人も、それはまた有益なのであるという考えですね。よって仏教ではここにも最後書いておきましたが、よって古の仏道修行者は父母のように自分を保護する者に限らず、敵対者に対する心の持ち方を重要な修行課題としてきた。その修行者の中には、私は私を攻撃する魔物たちが愛おしく、魔物を攻撃する者を許さないという趣旨の思考を残した者もいる、まあ有名なチベット仏教の女性の菩薩仏道修行者マッチク・ラプドンマ、その魔物ですね、まあ、魔物って実際いるかどうかは別にして、チベットってそういう文化なんでね、その魔物に対してですね、魔物を全道して神々に作り変えてきたっていう、そういった修行者として言われてるんですが、その愛しい魔物たち、これを責める者を私は許さないというふうに言ったんですね。魔物っていうのは修行者にとって自分を攻撃するがゆえにですね、自分っていう執着から離れて悟りを得るための非常に重要な助力者であって、そういうふうに考えれば、魔物を魔物と見てるのは修行者の方であって、正しいもの心の持ち方、悟りに至る中で魔物が守護者、神々にも見えてくると。こうして魔物を守護者、神々に私は作り変えてきた。よってそれを攻撃する者は悟りの道を邪魔するものであって、私はそういうものを許さない、そういうふうに力強く語ったという話がありますが、まあ、このぐらい視点を変えられればですね、このどんな人も愛せるというか、どんな人も友になるんですね。まあ、仏道修行ではですね、心の持ち方やって全ての敵を共にすることができ、逆に言うと心が堕落するとどんな人も敵に見えると。自分が一番になりたい、自分が独占したいって思っている人は全ての人が邪魔なわけですね。でこういう状態をですね、そう、世界の全てを独占し支配したいという心の働きを持っている、そういった生き物を仏教が何と呼んでいるかご存知でしょうか。それはマーラといって、日本語に訳すと悪魔という。でこの悪魔がですね、仏が悟るのを邪魔しに来たんです。なぜかというと、仏が悟ると自分より徳が仏が悟ると自分以上の存在が出てくるってことですね、悪魔にとっては。だからそれを邪魔しに来たと。よってイエスやブッダ、これが悟る前のですね、その悪魔がこうブッダを堕落させるように誘惑したり、何か攻撃したりいろいろしたわけですが、イエスもブッダもそれに対して動じずに、その後浄土された、悟られたっていうことがあるんですが、まあ簡単に言うと、そう、悪魔は全ての人を敵にします。ブッダさえも敵になります。しかしブッダは悪魔さえも悟りのための助力者に使ったってですね。ということは、ブッダとか悪魔というのは心の中にあるんであって、決して外側にあるんではない。ブッダにとっては悪魔さえも悟りの助力者になるし、悪魔にとってはブッダさえも邪魔に見えるってですね。邪魔って魔って悪魔って書きますからね。仏さえも悪魔にとっては魔となって、で悪魔さえもブッダにとっては悟りの助力者ってことです。心が、まあ、敵味方、仏悪魔を作り出すっていう仏教の考え方です。よってキリスト教とかで、まあ、キリスト教とかでっていうと良くないのかな、エクソシストってあるじゃないですか。そのキリスト教の牧師さんがですね、悪魔に対して十字架と聖水を持って戦うってやつですね。あれは仏教ではどちらかというとご法度になってて、自分の前に現れている悪魔っていうのは自分の心の現れで、心の持ち方を変えれば神々となって消え去っていくものだから、そういうことはしちゃいけないっていうふうに考えています。まあ、悪魔っていうのは一つの心霊現象で、心理学的科学的考察でもポルスターガイスト現象とかそういうのを経験する人は内面にストレスを抱えている場合があって、ストレスが和らぐとそういった現象がなくなるっていうようなことで結構言われるんですよね。そういった形で自分の心が作り出す幻影なのか、
まあ、否定的な心が呼び寄せる霊体があるのか、それどっちか分かりませんが、結局自分と連動していない心霊現象、否定的な心霊現象はないとすると、自分の心の持ち方を変えることによってそういった心霊現象がなくなっていく。だから魔物、これが現れた時にはそれを自分の心の哀れと見て、自分の中の嫌悪、怒り、敵対感情、これをなくして愛、これを持てば、その周りの現象は消えていくし、場合によってはその人たちが自分にそれを気づかせてくれた神々、仏の御使いだとも見えるという考え方は、東洋の仏教のその悪魔払いの考え方です。悪魔を攻撃して払うんじゃなくて、悪魔を自分の心の現れと見て、消し去っていくというか、神々に変えていく、神々に変えていくっていう考え方ですね。それをまあ現実の世界で適用すると、悟りの心を持てば、自分を本当に憎んでいる敵対者さえも自分の悟りのための助力者と自分は見なすことができる。まあそういった意味で全ての人を仏と見ることができる。まあ、そういった意味で控えのワードは、現代版のお経っていうのがあって、三五神経って言ってますか、般若神経とまあちょっとシンクロしたような名前なんですが、そのお経の中で万物を仏と見て万物を尊重する、万物仏、万物尊重というお経があります。これは敵も味方も全て自分の悟り、この助力者になるから、全ての人を仏の現れと見て尊重します。ないしは万物恩恵、万物感謝という言葉があります。その敵も味方も自分にとってはその生きて悟るために必要だから、万物を恩恵と見て万物に感謝しますと言います。これは釈迦の中道思想ですね。そのまあ簡単に言うと、自分に良くしてくれる、自分に保護し、自分に普通の意味で良くしてくれる、保護してくれる、喜びを与えてくれる、そういった存在、これも確かに大切だが、そればっかりだと悟ることはできなく、できず、自分が努力、成長したり、悟ったり、慈悲を持ったりすることはできないと。自分に敵対するものも自分の成長のために必要だと。だから両方ともそのありがたく受け入れるべきであるという考え方です。苦も楽も双方ともバランスよくという考えですね。喜びだけに偏ったり苦しみだけに偏らない。まあ人は普通目先の喜びに偏ってですね、後の利益、これを見ないというところがありますから、そういった意味で友人と敵対者、これは両方とも悟りへの導き手だと考えて、万人を万物を恩恵仏と見るという考え方、これがあります。まあ、こうして全てを受け入れる、全てを受け入れるという考え方ですね。そしてまあ最初のお話に戻りますが、それは楽の裏に苦がある、苦の裏に楽があるというようなあの考え方です。まあ、優しい人もですね、そればっかりだと、それを過剰に求めれば自分を堕落させる部分もあるし、一方敵対する人、苦しみを与える人、それもですね、見方を変えれば自分を鍛え悟りに導く部分もあるし、苦と楽は表裏である、苦楽は一体であるという考えです。そしてまあこの合掌っていうポーズ自体が、その喜びと苦しみ、これは表裏一体だという考えですね。それから友と敵、これは自分の心が作り出すものだから、そういった意味で別々のものでなくてつながっているものだと。敵も味方に見ることはできるし、味方も敵に見てしまうような心の働きに陥ってしまう場合もあるし、その2つを区別するんではなくて自分の心を注視せよということです。よって有名な仏道修行者の中でこういった言葉を言った人がいます。皆ブッダを探し求めるが、ブッダなど外に探して見つかるわけがない、自分の心を注視せよ、ね、自分の心の持ち方、これを磨いた人は悪魔さえも仏になるが、自分の心が堕落してしまうと独占欲や嫉妬心が強くなると仏さえも悪魔に見える、ね、まあ仏教ではそういった逸話があって、そのあれですね、ブッダ、ゴータマシッダッタですね、日本で釈迦牟尼と言われているそういった人物には、老いにデーバだったという人物がいました。老いですから、ちょっと考えてくださいね、老いだから結局彼はゴータマシッダッタ、釈迦の教団を引き継ごうとしたわけです。まあ、後継者になろうとしたんです。まあ、親族だから当たり前とは当たり前かもしれないけども、あのブッダ、ゴータマシッダッタには息子としてラーフラって人物に対し、老いとしてデーバだったっていう人物もあって、まあデーバだったは自分こそがあってことですね。おじさん、私こそがあなたの教団を引き継ぐべきですという主張だったんです。でもこれは教団に対して彼が独占力を持ったんですね。で、ゴータマシッダッタ、これはダメだと、
俺よりも劣ってると、彼は甘いっていうような形で、私はもっとこの教団を良くしてみて、もっと戒律を厳しくすべきだっていろんなことを言ってですね、なかなかその願いが叶わない中で、そのブッダ、これを殺害する殺意まで抱いて、その結果、まあ、地獄に落ちた落ちないって話もあるんですが、まあ、こんなこともあります。またあのブッダの身近にいていろいろな身の回りの世話をしたんだけども、しかしこうどうもこう向上心がなかったために、その悟りの方向にはなかなか行かなかったっていう人物もいて、ブッダがいてもですね、それを敵と見たり、ブッダがいてもその人がほとんど役に立たなかったりする、そういったことで、仏っていうのは自分の心の持ち方によって現れてくるもんだっていう考え方、これは仏教の中にあると思います。まあこうして仏、これを探し求めるばかりではなく、その自分の心、これを磨くことによって、いろんな人を仏の見つかり、そういうふうに見ていくべきだと。敵が仏に、仏が敵になるんだと。そういう考え方が、まあ、仏教、すべては心のあれっていう考え方です。はい。これ大体1時間ぐらい話しましたね。それでは、まあ、第1部、公開ネット生中継の話は、これで終了させていただきます。引き続いて、まあ、15分ぐらいの休憩を持って、3時15分から、非公開の第2部のお話、これを行います。その時までにはあの代表された皆さん、あと非公開中継も、ご覧になるネット接続の皆さんからのご質問、これにお答えしますので、この15分の間にまた質問を寄せていただければとも思います。よろしくお願いします。第1部は長らくご静聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。では15分後から、まだお出し